皆さん、こんにちは。少年隊として幅広い年齢層から莫大な人気を博し、バラエティ番組などでも活躍が目立つ東山紀之さん。そんな東山紀之さんは大御所女優として名高い森光子さんと特別な関係であったと言われています。そんな中、プライベートでは女優の木村佳乃さんとご結婚されましたが、奥様の木村佳乃さんは実は再婚だったという噂がありました。また少年隊として活躍していた東山紀之さんは、ジャニーズ事務所の社長であるジャニー喜多川さんと衝撃的な関係であったようです。今回はそんな東山紀之さんの森光子さんとの関係の真相や、奥様のバツイチの噂の真相、そしてジャニー喜多川さんとの衝撃的すぎる関係性についてご紹介していきます。東山紀之さんは2010年10月に女優の木村佳乃さんと結婚されています。当時木村佳乃さんは34歳で、再婚であってもおかしくない年齢だと思います。木村佳乃さんは現在の旦那である東山紀之さんと交際する前に一度だけ熱愛スキャンダルを報道されたことがあります。それは俳優の伊勢谷友介さんです。木村佳乃さんと伊勢谷友介さんは2006年に共演した映画すき焼きウエスタンジャンゴの撮影で知り合い、2007年5月に渋谷の交差点を仲良く腕を組んで歩いていたり、インテリアショップで買い物したりする姿が目撃され、話題になりました。しかし木村佳乃さんは伊勢谷友介さんと2008年には破局したとの報道があったので、もちろん結婚はしていません。伊勢谷友介さんと交際報道以前も木村佳乃さんには熱愛報道はなく、結婚をしていたという事実はありませんでした。木村佳乃さんの結婚について調べ尽くしましたが、木村佳乃さんの離婚歴の情報は全くありません。ではなぜ多くの人が木村佳乃さんは再婚なのかと気になっているのでしょうか。調べてみると、どうやら木村佳乃さんと一文字違いの名前の女優である木村文乃さんが離婚をしたことが原因のようです。木村文乃さんは2016年に演技講師の一般男性と結婚しましたが、2019年に離婚されています。名前の見間違いから早とちりした人たちが多かったため、木村文乃さんの離婚が木村佳乃さんの再婚まで飛躍してしまった形だったようですね。以上のことから、木村佳乃さんには離婚歴はなく、初婚であったと考えられます。そんな東山紀之さんには女の子の子供が2人いらっしゃいます。そしてそんなお子さんには病気を患っているという噂があり、情報について調査したところ、どうやら長女さんが卵アレルギー持ちなのだそうです。アレルギー、病気という表現も飛躍しすぎている気がしますが、確かにアレルギー症状が重篤化すると死に至る場合があるため、軽視できることではありません。実際に長女さんの食事には相当気を使われているのだとか。食物アレルギーは大人になるにつれて軽減する方もいるそうなので、東山さんのお子さんのアレルギー症状も徐々に軽減されることを願うばかりです。美人で性格も良い木村佳乃さんと結婚された東山紀之さんには、実は特別な関係にあった大御所女優がいました。その女優とは森光子さん。女優業の傍ら、こよなくジャニーズを愛し、所属アイドルたちの面倒を見たことでも知られています。特に少年隊の東山紀之さんとの関係は特別だったようです。森光子さんは東山紀之さんの歌とダンスを以前から絶賛していたそうで、実際に交流が始まったのは1986年の紅白歌合戦がきっかけだったそうです。東山紀之さんの方からファンですと言葉をかけ、プライベートでも交流が始まります。意気投合し親密な関係に至った2人、森光子と手をつなげる男は東山紀之だけとも言われていたそうです。東山紀之さんには妻の木村佳乃さんがいるにもかかわらず、森光子さんと交際の噂が立ってしまったのもうなずけますね。2005年にはお二人で伊集院静香さん原作の月子の月、そして丹後という舞台に出演しています。このように
お二人は公私ともに深く付き合っていましたが、森光子さん曰く、東山さんとは友達以上で恋人未満だったそうです。しかし付き合っていたのではと考える人は多かったはず。坂上忍さんが東山紀之さん宅に遊びに来ていた際は、サプライズで森光子さんが訪れたといいます。あくまでサプライズだったとのことですが、坂上忍さんは付き合っているのと本気で考えたようです。二人きりの時間をどう過ごしていたかは分かりません。ただ少し親密に接することはもしかしたらあったかもしれませんね。そんな森光子さんが亡くなった際、東山紀之さんが遺産を受け取るという噂が流れました。親密な関係にあったからといって赤の他人に対して遺産を与えるのはやや違和感がありますね。そのためお二人はやはり交際していたのかと疑ってしまいます。調べたところ、二人は養子縁組していたという情報がありました。この情報が正しければ、正式に遺産を東山紀之さんへ譲るつもりでいたことは間違いないはず。しかし養子縁組の情報はデマだったようです。さらに東山紀之さんへ遺産を譲ろうとしていた件についてもデマだった可能性が高いことが分かりました。実は森光子さんの遺産は推定よりも少なかったようなのです。晩年に入退院を繰り返し、年間数百万円の医療費がかかっていたとのこと。森光子さんは活動停止で収入が途絶える中、個室代やヘルパー代がかさみ、貯金を取り崩していたといいます。さらに不動産を売却しても大した価値にはならなかったようです。莫大な億単位の遺産があると噂されていましたが、実際に残った額はせいぜい数千万から数億円程度だったのかもしれません。そのため東山紀之さんどころか事務所の社長だった甥に譲るお金もほとんどなかったのでしょう。したがって東山紀之さんが森光子さんと養子縁組し、遺産をもらう予定だったという噂はデマです。ただ森光子さんほどの大女優がいくら医療費がかさんだからといって経済的に苦しかったことには違和感があります。事務所の運営や税金対策に問題があったのかもしれませんね。さて2023年4月12日に元ジャニーズジュニアの岡本カウアンさんがジャニーズ事務所の創業者でもあるジャニー喜多川さんの性加害について会見を開いたことは記憶に新しいかと思います。かねてから噂されていたジャニー喜多川さんによる性加害が明るみになったことで世間は衝撃を受けていましたね。実際にジャニー喜多川さんから性加害を受けていたのはジャニーさんのスペオキと言われるお気に入りに認定された人たちが大半だと言われています。そしてジャニー喜多川さんの大のお気に入りで旦那様ポジションだったのがなんと東山紀之さんだったそうです。東山紀之さんはジャニーさんの番頭さん一人で説教が多かったためジュニアのメンバーからは嫌われていたといいます。東山紀之さんはジュニアのパンツを脱がせることが好きで、自分もパンツを脱いで俺のソーセージを食えと言い放ったこともあるという記述も、そういうことも日常茶飯事だったということで、いかに合宿所の中が異様な空間だったのかが想像されます。今まで明かされることのなかった衝撃的な内容でしたが、東山紀之さんも以前からジャニー喜多川さんの愛人としてジャニーズ事務所での立ち位置を確立していったようです。いかがでしたか？今回は東山紀之さんの森光子さんとの関係の真相や奥様のバツイチの噂の真相、そしてジャニー喜多川さんとの衝撃的すぎる関係性についてご紹介しました。以前から森光子さんやジャニー喜多川さんなど年上に好かれがちだった東山紀之さんには、木村佳乃さんとの幸せな家庭を築いていくことを祈りたいと思います。また東山紀之さんの今後の活躍にも期待したいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。